おはようございます。我がんセの影山です。今日もよろしくお願いします。ということで、ヒマラヤラジオやっていきたいと思います。 えーっとね、僕はね、えー、足つぼとボディケアのこうお店をさせていただいております。で、えー、そこでですねこう、お客さんとですね、こういろんな、ね、お話をこうさせていただく機会がこうあるんですけどもですね、えーまあ、常連の、えー、こうよく来ていただいているお客様でですね、えー、その方、まあ、男性の方なんですけども、 70歳で資格試験に挑戦するというねこれがもうすごいなということで、まあ、70, 70歳かな71歳70歳かなでこう、まあ、仕事こう現役でバリバリとこうされておられる方なんですけどもなんかその明日試験やからっていうことである程度こう落ち着いたんでって言ってこう施術を受けに来ていたくれはったんですね。でお話そうやって聞いてて聞い っそのすごくねこう性格的には穏やかな方なんですけどもそのなんかねこう自分でこうこう挑戦するというかねなんかそういうところがあるんですよね。そのでまあ仕事にまあ一応は関係はある。 あることでこう取らはるだから余計その、えー、資格がその資格を持ってるとそのし仕事の面でこう、えー、有益に働くものではあると思うんですけどもその多分分かんないですけども仕事仲間の方でこう他の方は誰もこうしその資格を持ってないということで、えー、その方がこうし試験に受かってですねその持つようになられるとですねあれですね もうそれはこう仕事のやる上でですねその会社はこうすごくこう有益になるだろうというふうにこう思いますしその周りやってない中で挑戦されることもすごいしあのそのなんていうんですかねその70でそういうことをやる。 普通にこうさらっとねなんかもう2ヶ月ぐらいはしっかりとこう勉強されたその試験のために勉強されたようですけどもその果たしてねから自分が70の時に、えー、そこまでその向上心というか持ってこうやっていってる状態であるであろうかどうかというところをこう、えー、思いますよね。まあ、まああある程度ねこう 例えば子供さんにしても,こうもうちゃんと成人されてお,もうお孫さんができてこうゆっくり落ち着いてるこう70代の人が多い中でね、えー、もちろんそういうもちろんお孫さんをこう可愛がったりそういうことももちろんあるんですけどもそれ以外に自分は自分としてこう、ね、よりこう上を目指すというかね高みを目指すじゃないです大げさに言うとそういう感じですけどもそういう状態であるっていうのがやっぱりこう。 すごいなとでそういうのがこうまあ見本となるというかねその生き方の見本の一つになるかなと僕は思いますね。だいたいそのまあこういうの言うとあれですけど単純にそのお孫さん可愛がってるだけぐらいの人しかいないじゃないですかなんかそのいないっていうかそのほんまにその本当にねそうやってこう。 そのお孫さんに逃げるじゃないですけどそういうことではなくてですねその人生をこう全うするというかね、えー、よりこう高,高みを目指すというか僕はもうそういう姿勢を崩さずこうやっていきたいなと、うん、70であればまあ人生が100年としたら70であるとあと30年ありますしまだまだねこう 老けていいいく必要はないというかねそういうことを思いますし、うん、で身近にねそういうお客さんでそういう方がおられるような僕はもうすごく嬉しいですよね、うん、まあそういうことを、まあ、ある意味こう刺激を与えられるなというでうちの父親とかでも母親とかでもこういろいろなんかやったりしてるんでねああいうのもねこううーん身近で見ていてこう僕はもう負けないって 負けないというかそれを超えようとはし,しますけども言う太はうちの父親でも80でこうやってこうなんかこういろいろねこう頑張っているとこその行動力の速さであったりとかそういうのをこう見せられたりこうまあ母親のねそういう,こうまあ、穏やかなところでそでまあ 加えてなんかこう自分で何かをこう趣味を持ってやってたりとかねえいうところとかねそういうのもありますこう身近な人を見るとかお客さんから教えられることとかそういう,こう自分のねこう生活範囲内でねいろいろとこう教えてもらえること気づきを与えてもらえることっていうのがすごくこうあるなというふうにこう。 思いますねだからこう周りを見るとこう参考になることであったりとかねそういうなんかヒントであったりとかそういうものがこういろいろ転がってるなあというところで、えー、その辺をこう非常にこうよく感じますね。うん、ということでまあまああの是非是非ねその頑張ってもらいたいと思いますけども、えー、資格試験ね、まあ、も,うもう終わっておられてどうなってるんでしょうかね。うんまあ、ね結果 お聞きしたいまあ結果しっかり出してあるかなと思いますけどもね。ということで今日は70歳で資格試験に挑戦するお客様ということについてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃでいきましょう。どうもありがとうございます。